X-36 展示されている X-36X-36 はマクドネルダグラス社と NASA が開発した垂直尾翼を持たない無人の戦闘機機動研究機である統合打撃戦闘機計画への参加を見越した次世代戦闘機アドバンスドファイターとしての研究のために開発された機体で予算の問題からフルスケールの機体は製造されておらず 実機の28%ほどの大きさのリモートコントロールシステムを使用した無人研究機が製作されたのみである。計画は1994年から開始され、1996年3月に1号機が完成。初飛行は1997年5月17日にテストパイロットであるラリー・ウォーカーの遠隔操縦で行われた。 1997年11月12日に行われた31回目の飛行をもって研究は終了し、現在は2003年6月16日から国立アメリカ空軍博物館に展示されている。ステルス性と高機動性を両立させるという研究目的で開発されたエンテ型の機体であり、主翼はクランクドアロー翼を採用。 機体前方のカナード翼とスプリットエルロン及びエレボンによって機動力を得ている。また垂直尾翼がないためドラッグラダーと先進デジタルフライバイワイヤーによる制御でピッチ及び溶軸の安定化を図っている。水力変更機構は横移動の制御のみまかなう。操縦は地上にある仮想コックピットからダミーキャノピーに内蔵されたビデオカメラからの映像を見ながら行う。 その機動性は FA-18 を上回るほどと言われており、テスト飛行中には40度の迎え角飛行に成功している。飛行中の X-36、要安定のためドラッグラダーをわずかに開いているのが確認できる。出展、ナショナルミュージアム・オブ・ザ・ユーエス・エア・フォース、X の時代 P68 初元性能、ありがとうございます。